お、さすが。これです。もっといい音カフェオレベル、カフェオレベルスタジオからお送りしております。原です。ロギです。ショーシャイシーです。木村です。小村友です。今年もね、賛美歌を、去年ね、あの賛美歌やりまして、割と世界的にね、たくさんの人に見ていただいて、というわけで今年も賛美歌をやろうと思うんですけど、今年は諸人こぞり手をやってみようと思います。じゃあどんなアレンジをするかってことなんですけど、せっかくなんで年末なんで今年の音楽シーンを振り返って、その音楽シーンの今年1年間のね、世界の音楽シーンもいろんな盛り上がりとかあったと思うんですけど、それのまあちょっとオマージュと言いますかね、ちょっと今年はこんなだったなっていうのをちょっとね入れていきたいと思ってるんですよ。僕的にやっぱり前半はですね、ドンドンダーン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 、ヘビーワークルーですね、あれあの、ボヘミアン・ラプソディ、クイーンですね。これがやっぱり世界的なやっぱりブームといいますか、ヒットになって、映画自体はちょうど1年前の今頃、去年の冬に公開されて、まあ映画ですけど、まあ音楽の大きな出来事だったと思うんですよ。でそれをちょっと入れたいなと。モロビトダトゥンツンダンツンツンダン、なんかいけそうじゃないですか。後半やはりですね、この夏前ぐらいからの大きな動きありましたね。もっと春ぐらいなのかもしれないですけど、僕は知ったのは夏前ぐらいで、それからまあ本当この1年でもうものすごいことになった、アメリカ人の女の子は1人いると思うんですけど、ビリー・アイリッシュちゃんですね、あのバッドガイっていう曲で、まあとにかくすごいことになりましたね。1年前とか1年半前は本当何百人とか何十人ぐらいの規模でライブをやってたのが、今年でライブの動員数とかライブの自体の興行成績が歴代世界何位とかになったぐらいの大ブレイクしたビリー・アイリッシュちゃん、そのバッドガイっていう曲ですね、あれもなんか入れ込むんだけどなとこれは全くイメージ湧かないですね。ドゥワッドゥドゥエルルドゥワッドゥドゥエルルって、あれをなんかこううまいこと、なんかもうとにかくこの2つが僕の中では今年は二大世界の音楽シーンの大きなこと、まあ実際結構そうだったと思うんですよ。それをちょっとこう記憶に残しつつ今年の締めくくりとしたいなと思うわけでございますが、何どうぞ考えてください。はい、アンデさん登場しました。今日ちょっと今僕はカメラを持ちますけども、はい、原曲に近い、まあ、ほぼ賛美歌っぽい感じだとどうなるのか、はい、諸人こぞりて浮かばずれ久しく なるほど、まあそうですよね。これいつも日本語バージョンのこのシュワーシュワーってのがすっごい気になるんですけどね。語呂がちょっと、このシュワーシュワーって言ってますよね。無理があります、これをまあじゃあどうやっていくかなんですけど、木村先生、まあ、まあリハモですね。まずはリハモ、まあ、いつも通り、まず今のじゃメロの部分をリハモしましょうということで、はいはい、まあ、メロは変えずにコードの方をリハーモナイズするということですね。これキーは A ですね。あとはまあどういうリズムでいくかっていうことですね。まあ、結構やり尽くしてきたんで。そうですね。今年本当ね、日本の童謡アレンジしようシリーズをもう12本やってきまして、ほぼほぼやりましたね、あらゆるジャンル。そうですね。もうジャズからロックンロールからブルース、レゲエ、シューゲーザーから、シューゲーザー、なんかシティソウルから、そうですね。トリップアップ、トリップアップやりましたね。意外とやってきてるんですよね。で、まずそのクイーンとビリー・アイリッシュのまたその曲、はいはい、またえらい真逆ですね。その間で、こうまあメドレー。はいはい、プログレというか、いろんなこう曲調がコロ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 どんどん変わっていくみたいな、いくような、
感じにしたら今年の集大成みたいな。なるほど。面白いかなと思います。じゃあ基本はなんか今まで我々がねこの1年間やってきた、まあ、ある種オーセンティックな、まあ、ジャズとかロックンロールとか、うん、そういうのをベースにしながらクイーンとビリー・アイリッシュが、はい、ちょっと顔を、顔を出すみたいな、どこかに入ると基本的にはやっぱり賛美歌とかだと、うん、まあ一番オーソドックスにというかよく見られるのはやっぱりジャズ。そう、ね、ジャズをするのが、まあ、一番聞きやすいというか、うん、ね、よくあるね。よくある。となるとやっぱりじゃあおなじみの2-5、4度進行、そうですね、基本になってくると、はい、ほうほうほう、そればっか言ってるそうですけど、うん、まあ、いわゆるジャズ風なコード進行、はいはい、リハもしてみようかなと、はい、なるほど、思います。こうなりました。まあ、結構からですね、あの分数コードっていうんですかね、はい、分数なくても全然いけちゃうんですけど、ほうほうほう、まあ、あえて分数をつけてる、どう変わったのかっていうのをちょっと、弾いてみましょう。やってみましょう。なるほど、変わりますね。この2段目、3段目、はい、4段目、ここら辺がまた、ここら辺がまた、いや、ムーディーになりましたね。まあ、分数コードを使いつつ、基本はやっぱり2-5が入ってくると。はいはい。そして分数コードがあり、2-5。2-5です。で、4度マイナーと。はい。2-5-1という感じですね。あとね。ここはいいですね、マイナードニックっていうのがね、はあはあはあ、マイナードニック、ここはいいですね。これジャズっぽく、これはまあそうですね、まあ、スイングで、スイングでやっちゃうやろうかなと、ほうほう、まあ、思いますね。そうするとまあベースはもうランニング、まあ、まあウォーキングですね。ウォーキングって言うんですか、ウォーキングでも、ランニングでもウォーキングですね、もうなってましたね。じゃあ一個のまあベースとしてはこのジャズっぽい感じ。そうですね。うん、はい。がまあありきで、でボヘミアンはいつ出てくるんですかね。ボヘミアン。ボヘミアンはどう。ボヘミアンはこう。あの曲はボヘミアンじゃない。あ、あそうですね。クイーンのね。ウィアーザチャンピオン。ウィアーザそうチャンピオンですね。じゃなかった。じゃない、あれなんだっけ。ウィアーザ。誰が。ウェーブウェーブ。ロッキューですね。でやっぱりクイーンって、イメージ的にはこう突き抜けてる、まあこうやってフレディも歌うんだけども、突き抜けていくような感じなんで、やっぱりもうそこはもうこの丸く歪んだやっぱこうオーバードライブで、ほうほう、やっぱりこう。なるほど。ブライアン・メインだったらもっと早弾きするんですけれど、はいはいはい、やっぱこういう音でやりたいです。あ、ちょっとヘンドリックス的な。あー、なるほど。やっぱりロック、ロック優なんで。なるほど。特にってことはここは行きたいですね。まあ、もう当然ドラムは友田さん。あれですね、あれはドラムから始まることが多いんで、あれはどういくんですか。普通こう多分本当にあるままやるんだったら、うん、あー、はいはい、普通にキックとスネアだけですね。そうですね、もうちょっと自分的にはこういうぐらい。なるほど。タムを混ぜていくとキックと一緒に、ね、重めにする。そうですね。でそれと今のギターを重ねるってことですか。
はいはいはい、あ、まあこうですよね。じゃ歌まで行ってみます。そのどんどんターンでギター行って歌入るみたいな感じですか。この流れで、じゃあもうおもむろにさっきのこっからジャズに行けるんですかね。まあこれを何ですかね、うん、大きい曲の中の、まあ、イントロ的な、うん、うん、じゃあこれとなんかさっきのジャズをうまいことつなげられるだろうと、はい、グルーブの取り方を結構売店で取ってないと、うん、そうですね、スイングの時はもう本当にこういうカウントなんで、トゥットゥンでこれで取っちゃうとスイングには切り替わらない。あ、基本的にテンポを変えないと。そうです、あ、テンポは変えない、変えないです。もうどんどんジャンルは変わっていくと、ここまでいけるか、なるほど、そうですね。こっからそのジャズにつながるのか、まあ突然表現すると、うん、じゃあそのさっきのアンデさんの歌のとこから続けてみてください。全然繋がってますね。そうですね、はいはい、はい、いつもだったらこのぐらいで一つ動画が、ね、終わるんですけど、もう一個課題が、ちょっと大きな課題があるんですけど、こっからちょっとバットガイに行きたいんですけどね。バットガイですね、これあれ、まあ、ワンコーラスというか歌が、割と短いので、2回2回ぐらい、はいはい、はい、やって、歌自体は何番？賛美歌112番としては5番まで、うんうん、じゃあまあいろんなバージョンで本当できそうですね、うん、でもそのバットガイはどうなるんですかね、なんかできるんですかね、はい、いかにもバットガイといえばあのベースラインですかね、これですね、いいね、もうちょっとこのテンポだと合わないんで、うん、どうしようかなっていうところです、ね、まあドッドッターンドッドッターンのリズムですからね、そっちになるしかない、これぐらい、ああ、そうですね、これぐらいですね、うん、でもまあバットガイ感は残ってるでしょ、全然分かる人はもう特徴的なベースラインなんで、お、さすが、これです、あー完璧ですね。まあそうですね、このテンポでやるのであれば、ハーフのこの感じになるんじゃないですか。なるほど、この中で、あ、歌えるかどうか、そもそも歌えるかですね。今のこの感じを残しつつ、さっきのアレンジの中で今のベースラインと合わせてしまうと、この今のやつが崩れちゃうんで、やっぱりコードは少なめで、うんうん、ああ、なるほど、いきたいですよね。ちょっと正直そのトニックの位置とかが、うん、そのもろぎと小鳥手のメロと合わないんで、ほう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 、どうしても厳しいんで、うん、それだったらもうワンコードでいっちゃうと、うん、なるほど、もう賛美歌としてのね、メロディーはもう、そうですね、まあシンプルなんでね、アンデさんに強引に歌ってもらうと、そうですね、うん、はい、
いけますね。全然、あ、もうずっとベースはもうループで、まあそうですね、ワンコードループで。まあまあ、F シャープマイナー。パンダさん歌いづらくはないです。全然歌えてましたね。歌いづらいですけど、なんかどうにか頭の中でメロディーを流して。こういうコードが来てほしいっていうふうに思いながら歌うもんね、普通はね。そうですね。この F シャープマイナーの中でのメロディーは多分成立はするんですよ、ね。ほうほう。ずっとワンコードでやれるんですね。こういうもんだと思えば、うん、全然こういうもんで聞けそうですね。なるほど、うん、いわゆるモード的なモード的な、うん、モーダルな、はい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 、いいんじゃないでしょうか。なるほどね。このスケールメロディーのトーナリティが F シャープマイナーということなので、なるほど、まあ、全然 OK と。そしたらじゃあつながるはつながるんですかね。そうですね、テンポが一定なんで、ミリアリッシュにつなげる前は、うん、どうやったってこれにうまくつなげるっていうのが、うん、なんか難しいここにストンともう落として、うん、スパッと変える、切り替えるみたいな、はい、テンポは変えないけど、うん、そうです、うん、もうメドレーみたいなもんですよ。あ、はいはいはい、メドレーみたいなもんだと思って、はい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 、聞いてもらえばと思います。わかりました。その代わり、その前をこう思いっきり盛り上げといて、ストンとバサッと。なるほど、わかりました。ソロとかってあソロですね、おなじみの楽器、ね、ソロとかないですよね。ソロがないの で、 そうです、ね、ソロが欲しいと、うん、おなじみのソロ部分、ギターソロ部分、ソロ、スラさんといえば、言えばもう、もうブルース、ロックンロール、はい、あら、おお、まあ、このコード進行でソロ弾いてもまあ全然、まあ、ジャズのね進行なんで、ジャズになってしまう3コードかなんかにして、あ、もうもう全然またそこは違う世界で、僕も大喜びです、はい、あ、なるほど、オーセンティックな、もうね、あのいろいろ締めくくりということで、はい、無理やりそこも入れ込んじゃうと、はい、ウルスというかロックノールも、はい、まとまるんですかねこれね。まとめるしかない、まとめると、うん、じゃあまあそういうことで、はい、まとめてみましょう。はい、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。どうもー。